勝負には三つの猛襲がこもっている。眠り狂四郎、もちろん本名ではない。転びバテレンが女を犯して儲けさせた宿命の子であった。その母が黒みさの儀式の生贄となって自らの命を絶ってから13年の歳月が流れていた。お入りよ。そんな濡れて風邪ひいてしまうよ。まだ親父がうるせえからな。どうせ馬の耳に念仏じゃない。おい、はい。あれ、いろいろ見なさい。終わらんな。また今がやりです。どうにも都合がつかないわよ。先回りされちまっちゃ偶の音も出ねえが、実はな、たった今すげえサイコロを作り上げたんだ。こいつはどんなやつになって絶対見破られっこねえし思った。ダメよ、イカサマで勝つわけないじゃん。結構ださい。イカ様の技の道って言葉さえあるんで、このサイコロに俺の魂が入ってる。もうそんなセリフは耳にタコができるほど聞かされたわ。今夜は最後だ。ほんのちょっぴり元手だけでいい。ダメ、逆さまにぶったって鼻血も出ないんだから。オレオで譲ってくれっていうやつがいるんだが、みすみす他人に儲けさせる手はねえじゃねえか。今夜こそこいつでがっぽりかき集められるんだ。そうすりゃおめえの言う通り国に蹴ってよ、まともな指物師として出直せるじゃねえかな。バルタン、国へ帰る夢はもう諦めたわ。夜泣きうどんの屋台でもいい。
あんちゃんと二人で引っ張って暮らせたらどんなに幸せかって。夜泣きうどんの屋台だと。分かったよ、もう頼まねえよ。あんちゃん、おはる、ほっとけねえ。こっぴどくこりんがにあいつの料金は直らしねえんだ。第一妹に博打の元にをせぶるなんてとんでもねえんだ。汗に垂らして働いた銭を土下捨てるバカよしな。え、はい、まるっきり逆さまだ。わるちゃんも苦労だな。おかわりお持ちしましょうか。すいません、ご気分悪くしちゃって。あんちゃんも国じゃ曲がりなりにも指物師だったのに、一橋の職人になるために江戸で修行を積まなきゃって、それがいつの間にかイカサマさんに取りつかれちまって。来るんだよ。待ってよ。だろ。もう来るんだよ。待て。知り合いか。でも女の人一人を寄ってたかってひどい目に遭わせて。ひどい目に遭っている者が善人とは限らん。でも侍さん、ああいうお人だよ。今のは何だい。どうもあの女足抜きらしいですね。どれでいらっぱいと思ったよ。お侍さん、やっぱりあんちゃんにお金あげることに決めました。だって本当にこの世で血を分け合ってるのはあんちゃん一人だけなんだもん。お侍さん、いつからそんな顔になったんですか。冷たい。ごめんなさい。初めて人を斬った時からかもしれん。斬ってもいい悪いやつだったんですか。忘れた。よくもそんな。おはる、お侍さんの言う通り、おらもうダメだ。はんちゃん、おめえにはとうとう苦労のかけっぱなし、すまねえ。やだよやだよやだよ、死んじゃやだ。
お侍さん、頼みがあるんだ。誰かが頼み聞いてくれるまでは死んでも死にきれねえ。お侍さん、あんちゃん、私に話して、話して、あんちゃん、あんちゃん。おら、丸一月精魂込めて今までにねえサイコロ作り上げた。今夜盆の上でその出来栄えを何としてでも確かめようと思って。あんちゃん、ほらしっかりしてよ。あんちゃん、なんとか元出ようと思いながらここまでやってくると、顔見知りの半次郎っていうスレに出会ったんで、話を持ちかけると、やろう、隙を見てサイコロ吸って逃げやがった。おら夢中で追いかけたんだが、くそ、いきなり合い口抜くと、おらこんな目に遭わせやがった。お侍さん、話はこれからだ。あのサイコロは順番通りの目が出る。超半超四度目も超と出るんだが、ほら野郎には半と教えてやった。出る目は超半超超。あんちゃん、あんちゃん、あんちゃん、私一人になっちゃうんだよ。死んじゃ嫌だよ。あんちゃん、皆さん、高い場から今夜の大勝負を始めましょう。はい、どうぞさん。掛け物はこれでござる。おお、これは上玉、上玉だ。いいね。ご覧の通り、飛び切り上玉でござる。回り手を申し上げると、豊江が吉原でやっている渡月路で汚職を張っていたそのや、お客人の中にはご存知のお方もおいででござんしょう。ところがそのやのやつ、しがねえ渡り板前と馴染みを重ねて、とどのつまりは二人とも借金で身動きが取れなくなって足抜きをしたんでやす。でも相手の板前をすまきにして肩をつけましたが、一旦ケチのついた女、店へ出す気はござんせん。とはいうものの、こいつに払った百両のもとき、不意にする気はござんせん。そこで考えたのが、大勝負です。いくら大きな勝負になっても、足のは百両だけいただけ結構ってわけで。そこで、ぐんと張っておくなえ。ね。鳥羽の土産に、生身の菩薩。おつましこうだと存じますがね。お客様方、私も汚職を張った女、安売りをされて恥をかくぐらいならいっそ宿場女郎に売られた方がましでござんす。私のために死んでった東明さんの供養のためにも百両耳を揃えてお返しとござんすゆえ、どうぞ気前のいいところを見せておくんなさいまし。さすがお侍さん、
見事な切符でござんすね。ごめんなさい。ごめんなさい。どうぞ。どうぞ。え、10両。さあ、どちらさんもお入らせて。さあ、どうぞ。さあ、貼ってください。よし、10両だ。どうぞ。16人さん、締めて160両。勝負は勝ち抜き。勝ち張ったお方、その矢と60両。両手に花という寸法でござんすね。すみません。ちょいと最後を改めさせてください。どうぞ、お気の済むように。どうも、お手間を取らせして。参りましょう。つぼ。さあ、入りました。長。長。さあさあ、貼っとくなさいまし。なるほど。長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 だ。揃いました。長。四六の長。長の方、残っていただきます。次に参ります。半。俺も半だ。長。長。長。半。長。思想の半。あと2番。超。超。あ、これも判断。超。三味寺の超。お二人さん。よろしゅうござんすね。最後の一番、ツボ。はん。ちょう。三の長。四度目も長と出るんだが、おら野郎には半と教えてやった。半さん、私はどうなるんだよ。私は、ほら、負けたんだよ。いや、嫌だよ。たとえ死んだって離れはしないよ。ふざけり、待ちな。ファミさんってやら、勝負はうんぷてんぷ。どうやらそんな奴の間に違和感があるようだが、きれいに引き上げなせ。分かってるよ。ハンさん、お前と離れるぐらいなら、あたしはいっそ月から見放されたからには縁もこれっきりだ。サイコロはもらっていく。イカ様の上にイカ様が仕掛けられていた。たった一つの孫とは、お前が半次郎に惚れていた、それだけだった。そうだよ、私は心底惚れてたよ。
イカ様なんかじゃなかった。サイコロを返してもらえていい。あら、俺のサイコロなんだ。サイコロよりこれを抱いてやれ。その矢は死んだ。知らんけ。元気でもねえ。ひたむきな女心が愛おしくはないのか。俺はサイコロが欲しいんだよ。魂をお前には渡さん。猪吉の執念のこもった金だ。こんなにたくさん。何から何までありがとうございます。お侍さん、冷たくないんですね。お願いがあるんです。あんちゃんと呼ばせてください。いえ、あんちゃんじゃなかったら兄さん、一度だけでいいんです。あんちゃん、thank you.
春のやつは今頃思いっきり鼻を伸ばしてやるよね。まあ気は利かねえし愛嬌はねえ。あんな娘っ子はどうってことはねえと思ってましたが、あいざいなくなっちまうとポツンと穴が開いたみてえに寂しい。不思議なもんですね。いらっしゃいまし。酒をくれ。はい、かしこまりました。眠り京四郎殿とお見受けする。公儀御庭番小堀藤之進、先日お会いしたことを覚えておいででござろう。御庭番らしからぬ振る舞いと見受けたが、はい、お待たせ。眠り殿は切腹の作法をご存知か。知る必要がおありか。拙者のように表の職務を捨てた者には必要はないと存じておりましたが、武士として心得ておかねばならぬ仕儀に立ち至りました。以前同金理由解釈文書という書物を読んだことがある。お願いいたす。まず装束、自服を用いるがすべて白。白。解釈人はうなじの髪の生え際を首皮一枚残して上から下に打ち落とす。抱き首に打ち落としたならば解釈人の脇差しを持って書き落とし、その首を検視役に見せる。それをもって作法は終了するとあった。かたじけない。どうも。なんだか知らねえが、まあ、すっきりの悪い侍ですね。若年寄りの屋敷か。小森藤之進、再度のお願いのため。たわけ。お庭番とあろう者が報告書を紛失し、よくものべのべと生き延びおったな。その儀につきまして
せめて切腹のご沙汰をいただきたく。黙れ。鬼山んたる者不覚を取った際は直ちに人知れず命を絶つのが掟だぞ。正式の切腹などもってのほかだ。なりとぞ、俺は酒を持ちまして。なりとぞ。ならぬ。すでに小堀藤之進の名は鬼山番控え長から抹殺済み。とっととうるせえ。妻八重の失踪を聞かされ激しいショックに襲われた小堀は不運にもその隙を突かれて大切な報告書をすり取られた。それに気づいてスリの半次郎を追いやっとの思いで捕らえたが、肝心の報告書はその懐にはなく、ただ10枚の小判が転がり出ただけであった。己の失態を棚に上げて若年寄りの職責上わしが他の手立てを取らぬと思いおるか。としても白木のつかぬ不覚を招かしてしまったんだ。今さら割り立てて取り返しのつかぬことが分かっている。どうも。サイダ、八重はどこにいる。お主は確かに知っている。教えてくれ。頼む。私には分かるのじゃ。そちのこの体がはっきりとそう言っておる。臣が不義の妻を成敗するを見届ける。小森、貴様。佐藤に手落ちは
見事だ。ご解釈を。お願い申す。解釈人はうなじの髪の生え際を首皮一枚残して上から下に打ち落とす。それから一月余り、木枯らしがようやく身にしみるある日、おはるからの手紙が届いた。突然ではございますが、この度縁があって旗野のお酒屋さんに嫁入りすることになりました。婚礼は来月ですが、私にはこれという身寄りもなく、肩身の狭い思いをしております。誠にご迷惑とは存じますが、兄さんとしてお越しいただけたらどんなに嬉しいか知れません。御所一生のお願いです。お願いはしてみたものの、本当はもう諦めてました。妹の婚礼に兄が来ないわけにはいくまい。嬉しい。この間お話ししたお侍さんです。おお、そうか。こりゃどうもわざわざお越しいただきましてありがとうございます。さあ見てやってくださいまし。花嫁の幸せを念ずる思い出しだ。なんだなんだ、おめえさんたちは。花嫁さんには何の意思もねえ。おめえさんに用があってのことだ。元漁師上がりのイノシシ太郎。
腕前のほどは天候ご承知の通りだ。さあ、花嫁から離れてこっちへ来てもらいましょう。お侍さん。もう話が分かってくるで、お互いに手間が省けや。おっと、申し遅れやしたが、あっしは山毛。この辺りでは小さな名の通った男でござる。花婿が待っている。用を聞こう。用があるのは俺だ。生きるか死ぬかの五番目の勝負にはどうにか勝てたな。おかげでこのごめんそうよ。六番目の勝負をというのか。図星だ。今度はおめえさんに生きるか死ぬかを張ってもらおう。ふぶくりん勝ち目はねえだろうが、まずサイコロ改めていくか。はい。立ち会い人はこの山木。門の整ったところで勝負と行け。修行でもすることだ。半次郎、七番目の勝負。後へは引くまいな。やるぞ。この勝負には三つの申し受がこもっている。なんだと。猪吉、小堀富士の神、もう一つ貴様が踏みにじったその矢の女がこれだ。向こうが待っている。行け。きっと来てくださいまし。お待ちしております。これまで京四郎に近づいた女は
例外なく不幸に落ちた。お春の幸せを守るには言ってはならない。幸せに背を向けて、眠り狂四郎は明日のない今日を生きてゆくのである。雨が降る、風が吹く、花が散る、人の命も散ってゆく。見知らぬ国の見知らぬ道を影が行く。どこへ？下田。本傑の異教徒が天草四郎の違法を狙って江戸から下田へと剣風渦巻く。次回眠り狂四郎にご期待ください。